おはようございます。シネマトグラファーの大畑です。今日はダヴィンチリゾルブの動画編集で初心者が覚えておきたい基本のショートカットを10個紹介したいと思います。編集作業で何回も繰り返される基本の動作というものをどれだけ短縮できるのか、超入門編の Tips になります。まずは基本のツールの説明から早速見ていきたいと思います。タイムラインで使うベーシックなツールっていうのは4種類ありますね。選択モードっていうものと、ブレードモード、トリム編集モードと、ちょっと高度になっちゃうんで割愛するんですけど、ダイナミックトリムモードっていう4種類があります。でまずはこれのショートカットを覚えてしまうっていうのが一番早いですね。でベーシックな選択モードは A で、ブレード編集モードは B、 トリムモードは T、この3つをカチカチと切り替えて作業をするっていうのが僕の場合は基本的なスタイルになります。でどうやるかっていうと、基本的にはこの A の状態で作業します。でカット編集でこう切れ目を入れるっていう段階になると、これを B に切り替えて、こんな感じで切れ目を入れていってこう編集していくっていうわけになるんですけども、 T に関しては例えばこれぐらい複雑にこう組んじゃった中で、こうやって前後にクリップが配置されちゃってて、その間のクリップを前にも後ろにも動かしにくいなっていう中で、使いどころをちょっとだけ変えたいっていう、そういったシチュエーションの時は T を押してトリミングツールにして、ここの同じ位置で使いどころをこう変えていくっていう、これは便利によく使うツールですね。なのでまずは A と B と T、 この3つはよく使うツールですね。であとはカット編集周りで言うと便利なのが、カット編集ってブレードツールで例えば切って切って、でここをつまんでみたいな動作になるじゃないですか。でその時に今のカット編集がいいタイミングかどうかっていうのは、ここら辺を再生して確認するっていう動作がありますよね。でその時にいちいちこうカーソルを戻してプレイバックしてっていうのは面倒な時は、スラッシュボタンを押します。ちょっと反応悪いですけど、こんな感じで今自分がカーソルを置いてるところの付近を再生するっていうのが、スラッシュを押すと簡単にできます。であとは自分がいじってるこのクリップの前後を再生するっていうことをしたい場合は、シフトとスラッシュって押すと、このクリップ自体の前後っていうのを再生してくれます。より広い範囲でプレビューっていうのがボタン1個でできるっていうことですね。ここら辺がまず基本的なカット編集のショートカットになります。続いてはちょっとテーマごとに行きたいんですけど、移動とかタイムライン表示に関する部分ですね。まあ細かい編集をしていくと、このタイムラインを拡大縮小していくわけなんですけども、コマンドとマイナスを押すと縮小して、コマンドとイコールマークを押すと拡大する。ただこうやって全体を表示するのに何回もクリックしてるのがちょっと煩わしいじゃないですか。そういった時にタイムライン全体を表示するショートカットっていうのがあって、これはシフトと Z と押します。そうすると一発でタイムライン全体が表示されます。でまた同じぐらい拡大した状態に戻したい場合は、もう一回シフトと Z と押します。そうするとこんな感じで寄り引きっていうのは簡単に行うことができますね。であとはタイムラインを先頭に戻る時も多いと思うんで、その時はタブボタンを押してもらうと先頭にすぐ戻れます。であとはプレミアプロだと、ここのタイムコードの表示の欄に数字を打ち込むとそこに移動できたりっていうことがあったと思うんですけど、ダヴィンチリゾルブの場合はこのタイムライン上で、例えば前に進みたい場合はプラスとして500と押すと5秒前進します。で同じように5秒戻りたい場合はマイナスと打って500って打つとここに表示されるんですが、5秒戻ります。こんな感じで進みたいフレーム数、秒数っていうのをプラスマイナスと合わせて入力すると簡単に移動することができます。であとはですね、シフトを押しながら左右のボタンを押すと1秒ずつカーソルが移動します。だいたいここら辺があれば移動とか表示系に関してはスムーズにアクセスできるかなと思います。